風呂の活用「湯」の語源は、等し、湯であり、神聖であること、正常であることの意味。民族学の柳田国夫は、風呂の起源と題する小論の中で、風呂は、多分、ひ室と同じ語で、穴倉穴倉または、岩屋、岩屋のことであったろうとしています。物語、物の建築士、風呂の話を大場治虫より引用。 ヨーロッパでは古代ローマ帝国の時代から湯をためて体を沈める公衆浴場があったといいますイギリスのバースは豊富な温泉が湧くことから英語で風呂を意味するバスの語源となりました中東のトレコ風呂はサロン的意味合いが強いその他アメリカ大陸のインディオの熱気浴イヌイットのカシム古代インドのグレートバスなど 世界各地に古くから風呂がありました。それでは当時一般庶民が日常的に風呂に入っていたかというとこれがかなり怪しい。ローマ帝政時代の浴場は流星期に限っていたものだしインドでは木浴として庶民は川などで水浴をしており精神的であったヨーロッパ文化圏でも個人用の湯を入れた風呂などは 特権階級に限られていたに違いありません古代風呂に求められていたものは祈祷儀式的要素としての水または湯だった後に温浴あるいは熱浴として治療的要素が加わったようですやがて宗教あるいは精神文化的意味合いが強い儀礼としての水浴びと治療としての湯熱気浴びに分かれ私たち日本人的感覚の風呂は ヨーロッパでは18から19世紀に再導入されるまで姿を消します。つまるところ世界中で継承された風呂は私たちが考える衛生管理以上に心身治療に重きがあったわけです。近代までの日本でも同じことで当時上といえば治療が目的でしたし江戸の庶民や農家でも。 貴重な燃料を浪費するに堪えない風呂の使用はしなかったと考えるべきですア。アスタリスク1。そもそも空気の乾燥したチベットやアフリカのサバンナでは風呂に入る必要性がなく、したがってそれらの地域には風呂という概念がない。また寒冷な地域の風呂は熱気・蒸気浴の形態をとる場合が多い。世界的に見て 風呂の歴史は治療食が濃いと言えそうです。